最初にね、ちょっとね。ちょっと待って、ちょっと待って。おかしいね。そう、いや、なんでこんなことなんだろう。これなんか、なんか仕込んだでしょ。やってないやつ。おかしいじゃん、だってこんなことなんなかったじゃん。では、ようこそ原田の前いらっしゃいました。乾杯。乾杯。乾杯。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なぜ2つ持ってるのか冒頭見れば分かります。はい、1年ぶりの原田さんのビール。あ、でも美味しいな。美味しいですね。原田さん何年ぶりやろう。コロナ前からですね。でも格ゲー連合、連合でオンラインでやってますよね。そうだから、オンラインでやってるからあんまり、そうなんですよね、あんまり離れてる気がしないんですよ、そんな。というわけで、じゃあ最初のトークテーマ、はい、小田さん、幽霊見えますか？幽霊ね、いつもの来たな。先に聞いとかんとね。忘れちゃう、忘れちゃう。今必ず聞いてるんですよ、ゲストの。いや、見たか。あれもちっちゃい時はありますけどね。ああ、本当にちっちゃい。あの、つまり今は別に霊感があるとか見えるわけじゃないけど、見たことがあるってことですね。そうです。どういうのみたいな。なんかね、こう親と雑魚寝してたんですよ、ちっちゃい時に。はい、家で。家で、夜です。あ、まあ雑魚寝しますよね、子供。あ、そう、これはアメリカの人とかには、うん、いまいちわからないと思うけど、ね、日本はアメリカと違って赤ちゃんの頃から、どれぐらいかな、中学校になるぐらいまでですかね、あれね。小学校のぐらいまでだ、ね、小学校ぐらいの時で、ね、までは、みんな10歳ぐらいまではみんなとにかくね、あの、ね、親と一緒に寝るんですよ。うん、そうそうそう、やるやる。なんかおかんの上にこう夜うわーってあのもう絵に描いたようなお化けがいました。あ、え、それは黒い影ではなく、ね、青白い、そうそうそう、もうあの、え、なんかその今言ったようにね、黒い影とかって結構聞くと思うんですけど、黒い影が覆いかぶさるはよく聞く。青白いは僕は聞いたことないですね。あんまり発光してるじゃないですか。もういや、本当にアニメでよく見るようなやつです。あのババアですか、ジジイですか。それはね、ちょっと分かんなかったです。ディテールまで分かんなかったんですけど、人型なんですか。人型がこう、はい、よく見たらおかんがブリッジしてるとか。いやあのね、もうほんまこういう感じですよ、典型的な。でどうしたんですか、そのもう 見なかったことにして寝ることにしたんですか。そうなんです、うん、怖すぎて下手でしょ。赤も見たと思ったんですか。あ、じゃあ相当ショックだったから覚えてるんですね。そのシーンを覚えてるんですよ、見たシーンは。へえ。暑かったんですよ、鉄拳セブンも KOF も。いや、面白かったですね。もうすごかったですよ。だから鉄拳セブンは源也君がそれこそ、うん、喋ってくれてね。そうですね、実況してたんですけど、もうだからもう暑くて原薬も暑くなっちゃって、いや、もう手汗びしょびしょになっちゃってね。いや、本当に誇張なしに。久々になんか鉄拳セブンだけで言うと、あの韓国のセイント君が、うん、彼はなぜか知らないけどルーザーズから這い上がってくる男なんですよ。彼はなんか一回負けなく強くつかないんですよ。はいはいはい、はい、うん、そういうこと多いですね。そういう選手いますよね、うん、不思議と。だから2016 のザ・キング・オブ・アイアン・フィストも、うんうんうん、セイント君はルーザーズから這い上がってチャンピオンになってるんですよね、うんうん、だそれ以来かな、久々に決勝戦まで這い上がってきて、うんうん、日本の渡辺君とやって、うん、っていうのを原薬が、うんうん、実況してたんですよ、ね、実況してたんですよね。熱くなってて、熱ければ熱いほどギャラが上がるシステムにしてほしいんですよ。じゃあもっとすごくなりますよ。めっちゃ取れてた声量で。いや、でも本当セイントあれなんですよね、そのちょうどエボに絡んだイベントだったので今回が。でそのセイントが、あ、どう忘れちゃったかな、2016のエボの優勝ですね。2016の優勝、うん、エボね、エボ優勝した。で2017エボ準優勝なんですよ、うんうん、なんで優勝準優勝ってしたのって多分鉄拳ではない。2016鉄拳、そう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 、ね、エボ多分2016はね、セイント君すごかった年なんですよね。あ、そうなんだ。あ、そうだっけ、2016だっけ、あれ、え、2016って2016サイドじゃない、16だと思いますよ、エボチャンピオンは。サイドコーナーのマンダレーベイじゃない時、マンダレーベイじゃなかったかな、何だったか、1年前多分ね、そのあれですよね、時戸さんがストリートファイターで優勝したのが2017ですよね、うんうん、でその時 JDCR 優勝なんですよ。
あ、鉄拳は。サイドつかあれだ、アーケードだった時だっけ？あ、そうそう、アーケードですね。アーケード版だ。アーケード版。FR。うん。じゃあ筐体でやったんだだから。そう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 です。メインだけど、メイン トーナメントだけど筐体だった。そうそう。うん、そうだから優勝準優勝ってしたプレイヤーがグランドファイナルにセインとかね、韓国のセインとか勝ち上がってきて、そのグランドファイナルで相対するのが海外に鉄拳で行ったことない日本の渡辺くんっていう構図がすごい面白かったんで、しかもそこまでねセインとかすごい勢いでドッタバッタペコス選手とかそのプロ選手日本の選手たちを倒して上がってきたから渡辺選手きついんじゃないかって思ったんですけど、まあ、見事勝ち切るっていう逆三択で、あの流れ的にはねセイント行く流れだったんですよね。あれなんで勝てたのかね渡辺君。いやでもなんかあれなんですよね、そのセイントが勝ってる時って相手ひよってるんですよ、大体やっぱ精神的にこんなことしてくんの、うん、みたいなのを通してくるん で、うん、で実際そのグランドファイナルもセイントがそうやって2試合取っちゃったんですよ、うんうん、まあ、リセット前ですけど、うん、そうね、うん、でってなってた時に、うん、大体の選手はうわ本当セイントきつい厳しい強いって思っちゃうんですけど、うん、渡辺くんがそこで盛り返すことができたから、うん、やっぱなんかこの結構メンタル的なところ多い気がしますよね、うん、メンタルでしょ盛り返すのなんて、うんうん、あそこからね大逆転はね、いや多分想像しなかった、見てた人も想像しなかった、ね、あもうセイントだろうなって思ったですねあれね、うん、いやだからスキルレベルなんてねもうわずかな差しかないだろうから、うんうん、メンタルは大きいでしょうね、あれは続ついたもん見てて、うわ怖え何これみたいな、あとやっぱそのあれですよね、大会でそのグランドファイナルが日韓戦だっていうのがすごい久々だったんじゃないかなと思ったので、うんうん、確かに、まあ、そういう意味でもすごく盛り上がった、うん、見てる側も盛り上がれる要素でしたよね。テケネの韓国勢がかなり強い、うん、韓国勢強いですよ。だから、まあ、昔からよく言ってるんですけど、これは多分ね日本のプレイヤーも全員認めるところではあるんですけど、日韓ってすごいライバル関係なんですけどね、うん、で一発の試合だけの結果を見ると割と拮抗してるんですよ、うん、けどこれはもう実は日本の一流どころの選手もこの例え話を聞くとなんとなく認めるところなんですけど、まあ、極端な話なんか100試合やんないと勝負つきませんみたいなことをやると韓国の方が強いっていうのは割とみんな認めてるんですよ。そこはなんか自力が違うというか何だろうねあれね、何なんでしょうね、うん、でもあれもやっぱりその、ね、さっきからメンタル言っちゃってるけど、うん、その大会もあれですよね、原田さんおっしゃってる通り途中途中拮抗はするんですけど、多分優勝した回数大規模大会だと韓国のが多いですよ、ね、シングルスはやっぱりなんかセオリーとかをすごい大事にしてるように見えますよね、その韓国の選手とかその真面目というか取り組みが真面目、うん、ただ KOF ってまあ僕が結構知ってるんででもあえて聞きますけど、 KOF はどこが一番今強いんですか、うん、どうなんでしょうね、だ この間 の、 そのサマーシリーズですか、はいはい、でいくと鉄拳と同じで日本勢の中に韓国人がトップ8と入ってますね、うん、入ってますね、うん、ですけど、うん、エボとかの北米の大会など結構ばらけるんですよね、国籍が、うん、で、2017の大会は多分トップ8で7カ国いたと思うんで、結構7カ国そうですね、豊かですよね、ない、いや、鉄拳だけじゃなく他のタイトルでも7って聞かないですよね、ないですよね、だから KOF はね、でも市場的にはほら中国とか台湾とかいうアジア系の人たちがすごいいるじゃないですか、あと中南米がちょっと多い、あ多いですね中南米が、なのででもそれと強い弱いってあんまり連動してなくて、鉄拳も言ったらヨーロッパが一番強いので、うん、一国だとアメリカなんだけど、うん、で韓国とか日本とかで売れてる数で言ったらそう全体の数パーセントしかないわけじゃないですか、うん、ね、KOFもそうです、ね、中国ではもう、うん、そうですね、台湾とかではもう、うん、もう海賊版出したこともないはずのバージョンとかも死ぬほど出てますもんね、だからね、そうですよね、見たことないバージョンもね、正式のローカライズの名前が違うって怒られますもんね、海賊版と違うから直せよ、正式版公式は怒られるってことですよ ね、 すよね、レベルの人気じゃないですか、もうモバイルでもそうですよ、やっぱ KOF って言ったらアジアですよね、なんですけど強さでいうとやっぱばらけちゃうんですよね、そういう、うん、でもやっぱりその中国とかは強いんですか、そう、あ強い人は多いですね、中国と台湾は、
なんかこの鉄拳プレイヤーの目線から言うと、キングオブファイターズってどこの国が強いんだろうねって話題になるときに、中国って、中国ってそんなにね、その人口比率で言えば鉄拳が栄えてるわけじゃないですよね。まあだからなんて言うの、でも全体の数が多いから、あ、そうですね、その絶対数で見ると結構いるんですよ、はい、パーセンテージはそんなに大会にはあんまり出てこない、出てこないですよね、うん、そうだから僕らも中国の強い鉄拳プレイヤーって知らないんですよ、うん、なんでなんだろうね、いないのかなって話になった時に、いや中国はKOF がすごい流行ってるんだよっていうところで帰着結構話題がするんですよね。でも中国では個人で鉄拳の筐体とかを買ってワンプレイヤーの何円っていうあの通信料を払ってても、いやこう自分家で完結、ゲームセンターが完結してる人たちがたくさんいる国ですから、はいはい、日本だといないですよ、そんな人。いや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 そういう熱狂的な人はいるんですけど、大会に出てくる出てこないっていうところではちょっと違うのかな、違いますよね、うん、あんまり聞かないですもんね、あんまり聞かないです、うん、だから KOF とはシャオハイっていうのが一番有名なプレイヤーですね、彼は彼がもう向こうで本当にもうスーパースターになっちゃってるんで、はい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 、彼に引っ張られる形で結構いろんな人がやるなるほどなと、あれ KOF ちなみに何であんなに、いや僕もこれ分かって聞いてますよね、視聴者のためにもね僕はある程度分かってるんですけどKOF どうしてあんなに中国でとか台湾とかあの、うん、中華系の人にあんな人気を博したんですか、ね、あれね、台湾はちょっと分かんないんですけど、だから台湾ね結構すごかったですよ、台湾バージョンありましたからコピーの、あの野田さんたちが作ってない、そうです、ね、台湾のこう観光地とかが背景になってる、うん、あステージのステージだった、そういう感じなんですね、そういうのがあるの作り方っていうか、あのなんていうの、今でこそこんな調整バージョンがあったらいいなみたいな、ゲームスタートしていけないマキシマムみたいな状態の、うん、はい、そういう海賊版もこの、ね、10年ぐらい前からあるんだけど、そうじゃなくて、はいはいはい、昔の KOF のコピーっていうのはあの地元のなんか有名な背景とかを取り込んだだけのバージョンとかあったの、はいはいはい、もうそれめっちゃ KOF 好きじゃないですか、そうそう、だから観光客が来ると、俺は日本から来ると台湾とかって言うと、いやこんな KOF ねそうっすよね、なんで背景が台湾なんだみたいなそうっすよね、のがあるだからもう日本のゲームが輸入禁止だった時期だったじゃないですか、はい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 、あの時期にあの、まあ、海賊版が出回った、はいはいはい、出回ったんですけど、それがどう、もう聞いた話なんですけど、こう流れて、あの向こうで売ってる PC にバンドルされてたみたいな話があって、だからバンドル、ソリティアフリーセル状態でみんな KOF知ってるっていうのがあ、なるほど、結構そういうのが影響してるんですかみたいです、だからみんな知ってるみたいですね、あ、じゃあ逆にバンドルするのありですね、あ、いや、ありですね、もう本当サザエさんとかドラえもんの状態になっちゃったと、フリーだからね、みんな知ってる、はい、というわけで、たこ焼き一段目で来ましたよ、 お待たせしました、来た、大阪からようこそおいでくださいました、まず一つ目はソースたこ焼きでございます、ね、ありがとうございます、今日大阪から来てもらった人にたこ焼きを出すっていうね東京に来た感がない、今日来ましたからね、今日小田さん、ちなみに今日新幹線です新幹線来た人にたこ焼きを出すっていうね、アメリカ人にピザ出すのせっかく東京まで来るから来たのにどうですか、いいっすね、マックの日にたこ焼き売ってビール飲んだの最高ですね、うん、そう美味しい、ね、本当に美味しい、サマーコミュニティシリーズの KOF の話、うんうん、まだちょっと聞いてないので原さんから小田さん聞いてください、ああぶっちゃけ大会の感想はどうですか、ああそうですね、まあ、あの鉄拳と同じで、あれ韓国勢が2人で他は日本人だったんですけど、決勝のグランドファイナルの方はもう本当にウィナーズの最後がそのままルーザーズが勝ち上がってきてグランドファイナルっていう組み合わせで、まあ、そのままウィナーズのモクさんが勝ったんですけど、結構ねキャラが思っててたよりバラついてくれたんで、いやなんかバラついてくれたって言い方になりますよね。なんかすごい分かる。ここはホッとするみたいな。いや実況解説側もホッとするんですよ。結構そうです、いや本当に
すごいわかる。鉄拳、僕らがちょっとバグった時はリロイだらけみたいな時ありましたね。リロイスミス大会で、リロイ誰のリロイスミスが一番強いみたいな。リロイジャパンですよね。今やそんなことはないですけど、コロナ直前のエゴジャパンの時とかも、そうですね、そうでしたもんね、8分の6。僕らその前のラスベガスのエゴの時、サムライスピリッツがもう見な気分がない。いやでもやっぱあるんですよね、そういうことは。あとなんかそのイメージは KOF ってその、ね、構成が結構これが強いってシーンがなってたら、みんなそれに追従してそれを選ぶみたいな傾向が顕著に思うんですけど、意外とバラついたと。そうですね、今回は思ってた、まあそれでも偏ってるっていう人はいるかもしれないですけど、個人的にはバラついてくれたから。はい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 。でそれは何かその他のキャラクターにもスポットライトが当たるようになってたってことなんですかね。そうですね、調整の部分がうまいこと5月にアップデートしたんですけど、そうですよね、その部分がうまく効いてたかな。5月っていうのが良かったのかもしれないですね。そうですね、できるだけそのエボまではいじりたくないじゃないですか。そう、分かります分かります。なのでできるだけ早くになんとか決定版を出しておきたいっていう。なるほど。でも多分 KOF もありますよね。何があるかというと、僕よくここで語ってるんですけど、統計値もね彼らに見せて、一般のランクマッチでネットで行われてるものとかオフラインも含めてですけど、そういうデータを見ると、実はこのキャラがほとんどの人にとって一番強いみたいなキャラと、大会で優勝しがちなキャラってずれるじゃないですか。ずれますね。で大会で優勝したキャラってやっぱりすぐナーフしろとか、そうそうあれが強すぎんだよって言ってる、はい、強すぎるんだよっていう騒いでいるプレイヤーのほとんどは、実はそのキャラにはやられてなくて、統計値的には実はこのキャラにやられてるみたいなのいっぱいあるじゃないですか。割とそういうありますよね。あれはずれますね。ずれますよね。そのさっき言った騎馬神だらけの時も、まあ確かに使用率が上がって他のキャラクターよりも強いので使用率が上がってるように見えるんですけど、統計見るとそうでもなかったんですよね。そうなんですよね。これはけどそのバッシングには耐えないといけない職業なんで。そうですね。だから人気なキャラでさらに大会でも優勝するみたいなことが起きてくると一番怖いパターンですよね、これね、作ってる側からすると。あと主要キャラって結構地域性、国ごとに出ます。地域性最初出るじゃないですか。出ます。KOF も出ますよ。出るんですよ。だから国際大会の時に、あれっていうキャラがその日本人の上手い人をボコボコに倒したりとかって結構あるんですよね。だから対策できてないみたいになりますよね。KOF はアメリカどうなんですか。アメリカは西海岸が結構コミュニティ強いんですけど、大体格ゲーム西海岸で す、 ね。あでもそうですよね。でもそうです。だからメキシコ移民の人とか、メキシコ系の人とかが中心にコミュニティ引っ張ってる感じで。そうなんですね、KOF は。はい、で、まあいろんな、そこからいろんな地域に徐々に波及していってる最中って感じかなってしますね、見てたら。どうなんですかね、その日本は渡辺選手っていうのを勝ったんですけど、その人はその、ここ、言ったらもうこのコロナ禍ですごい強くなっていった。オンライン対戦を重ねて、オンライン大会に出まくって強くなっていったタイプなんですけど、で海外大会も行ったことないっていうプレイヤーなんで、そういった意味で僕鉄拳の渡辺選手は注目だと思ってるんですけど。あ、彼行ったことないんだ。ないんですよ。あ、そうですね。しかもその日本って、その彼エリザ使いなんですけど、日本ってエリザがすごい強いプレイヤーがいっぱいいて、エリザ大国なんですよね。だからそんな日本のエリザ代表がエボでどうなるのかっていうのは僕すごい楽しみなんですよね。そうです。ちょっと 2D 格闘寄りだからね。そうです、そうですね、うん、で KOF ではどういう感じなのかなと思いまして。 KOF は、うん、そうですね。でもおそらく今回のね、あの今年のエボも国籍は結構ぐちゃぐちゃになるのかな。ああ、でもその KOF らしく、うん、いろんな国が強いっていう、はい、って思ってますね、うん、まあ決勝とかまあ、トップ16とか32ぐらいになると結構ぐちゃぐちゃしだすのかなって、はいはいはい、ずばり優勝予想は。おっおっ、いえ、優勝予想、いやこれ言うとね、いろいろ弊害があるやっぱそう難しいっすよね。そりゃ言えないわ。言えないよな。大体でも偉い人が言ってたんですけど、ものすごい偉い人が言ってたんですけど、その1年2年のような直近の予測はしてはいけない、外れるからって言ってました、うん、だから面白いんだ。外れるから
から面白いの。なるほど。いやそれはビジネスでやっちゃいけないんですけど、こういう予想外れるから面白いですね。いやでも僕は今回ね、まああの地域に地の利みたいなのもあると思うんで、もうあのメキシコ勢が優勝するかなって若干思ってますね。なるほど。特にね、向こうは応援というかね、うん、すごいですからね、やっぱね、うん、鉄拳見てても思いますけど、鉄拳なんかもね、いやみんな、いやどうせ韓国か日本でしょって言ってたら、うん、パキスタンみたいなね。そうなんですよね。すごいですね。そういうことが起きますから、うん、そういうことがすぐ起きますから、ね、チリとかね。そう、強いらしいですよね。強いんだよ、南米やばいんだよ。絶対他にもいるよ。いや、いるんだよ。コートジボワールがやばいらしいね。でもね、まだね、その話入ってくるけど、じゃあ実際どうなのかっていうところが見えてないのがまた面白いんですよね。じゃあどうなのかが。KOF は最近あのコロンビアも強いんですよ。ほら、鉄拳あんま聞かないですね、コロンビア。あの強いプレイヤーって意味だと。鉄拳コロンビアコミュニティあるんですよ、昔から。ただ、外界と接してないだけで、はい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 、あんまり。そういうのがね、一つ見れるのがエボなんで、うん、そうですね、楽しみ楽しみ。さあ、そんなわけで、はい、第2弾、お待たせしました。第2弾ネギ塩だれでございます。お酒にハイボールに合いますよ、絶対美味しいやつだ。これ、酒に合います。ありがとうございます。こっちの方が生地の出汁の味がよくわかります。コンボブレーカー2022、ね、アシュ君が鉄拳セブンで優勝し、うん、なんか当然のように優勝してね、うんうん、KOF でも3位になったと。いやー、なかなか前代未聞ですね。これやっぱないですよね、あんまり。あんまりない、あんまりない。メジャーな大会で、こう2つ、いわゆる表彰台圏内、いわゆるオリンピックで言ったらメダル圏内に入るっていうのは、なんだろう、オリンピックで言うと、これ競技で言うと、なんだろう、結構格ゲーを自分でやんない人は、で格ゲーなんか一緒でしょ、格ゲーってジャンルで分けてるけど、かなり KOF と鉄拳だと全然違うよ。まあぶっちゃけなんだろうな。僕そのストリートファイターで強い人は鉄拳でも強いのかみたいな話を、うん、あの格闘ゲームやらない人と話した時に、どのぐらい違うのって言ってパッと出てきたのが、じゃあ、まあ適当に言うけど、うん、100m 走の選手と長距離走の選手みたいなことを言ったんですよ。ぐらい違うじゃないですか、走るだけど。もっと違うと思う。もっと違うと思うんですよ。俺なんか球技と、うん、やり投げとかね。そう球技とやり投げとか、球技とそれこそ格闘技とか、うんうん、でも多分それ一般の人に聞いても理解できないでしょうね。種目的には違いすぎて、使う筋肉が、だからスポーツで言うと使う筋肉が違いすぎて、チキンと速筋みたいなレベルで、うん、あと肺活量と瞬発力の違いみたいなレベルで違うかな。でそれがその鉄拳っていう、まあそのアルスラン・アッシュの本職と、まあまだ発売してそんなに時期が経ってない今日最新作で3位。そうなんですよね、アッシュ君パキスタンでしたっけ、うん、パキスタンのアルスラン・アッシュ、うん、パキスタンじゃやっぱ KOF、 いやあんまり、ああでもそうですね、あの たまにポコってくる国ですね、それも決勝トーナメントに。やってんですよ。だから練習の仕方が結構特殊じゃないですか、パキスタン。特殊だし、そもそもパキスタンが台頭してきた時に、僕これ表じゃなくて裏で聞いたんですよ。パキスタンの人たちがいた時に、パキスタンってどうしてそんな強くなったのって言って、僕一番最初に聞いたエピソードですよ、これ。後からいろんなことをいい話は聞きましたけど、一番最初に聞いたエピソードパキスタンの選手からですよ。パキスタン昔一日に何時間も停電してたんですって。いまだに停電があるのかな、わかんないけど、少なくとも昔はね、一日に必ず何時間も停電してたんですよ、うんうん、で、それが近年一日に1時間か2時間ぐらいしか停電しなくなったんで、すごく練習できるようになりましたって言われて、なんかすごいな。根本的な、なんだろう。え、そうですね。俺最初それ、そこ。そこっていろいろ考えさせられる。考えさせられるんですよ。あの彼らにとってはもちろんその重大なことだったんでしょうけど、うん、僕らからすると、いやそもそも停電があろうとなかろうと、練習する時間なんてそんな別にね、日本人からしたら1時間2時間しか遊ばないものを、あ、じゃあそれだけ1日で練習したり遊んだりする時間に費やしてたのかなと思って。
いやだからアッシュから言わせるとパキスタンには KOF では僕よりもっと強いやつがいるっていう、またそのパターンですね、絶対いますよね。いや僕で3位だったら彼と勝ったら優勝できんじゃないかなみたいなのがいるんですよ多分。会いたいな。だって鉄拳の時言ってましたもんね、俺より強いやつゴロゴロ言って言ってました、ね、まああのゴロゴロっていうかそのゴロゴロね、自分より上のばっかりいるって意味ではなかったみたいだけど、でも同レベルぐらいがいるみたいな、少なくとも少なくとも 僕ぐらいのはたくさんいるよって言ってね。で現に何かの大会とかでも結構そのあのベスト8に残ってない大会とかも、アッシュがベスト8に残れなかった大会とかもあったらしくて、うん、そういう意味で言うと、でみんなまたまたって言ってたら本当だったじゃない。ただなんか最近、うん、そのあのねコンボブレーカーの時に、うん、その日本のドーナツ USG のゲン君とアッシュが話した時に、ゲンが、うん、パキスタンではじゃあ誰が一番強いのって聞いたら、あの秒で俺だよって言ってたらしいなるほど、まあでもそれはねやっぱそう言わないと結果残してるから圧倒的に俺が強いって言ってたらしいですよ。だから日本からも何かね遠征行ったもん ね, やっぱね。あ、そうですね、まあ、一応韓国からも行ったか。あ、そうです ね、まあ、やっぱりその日本から行ったチクリンと韓国から行った、うん、2位、うんうんうん、はがちゃんと強いので、それなりにね、うん、その特に2位は、まあ、あれちょっとコモブレーカーの話戻りますけど、 KOF 界ではやっぱりアッシュが3位入ってくるっていうのはちょっと話題になったんですよ、うん、KOF 界で、うんうん、なんじゃないですか。そうなったんじゃないですか。いや、なります、なります。だって前日に鉄拳優勝してるんだぜっていう。だってで言うたらこれね、お互い 2D 勢 3D 勢みたいな話があるわけですよ、はい、タイトル以前に、はい、で 2D は 2D でやっぱり彼らは自分のプライド持ってやってるし、 3D は 3D で当たり前なんですけど、でもお互いにね結構似たようなものだけど、結局あんまり相通するものがそんなないから、うんうん、あのお互いに実力も分かんないわけですよ、うんうん、だからこっちで強いからって別にこっちで強いわけじゃねえだろうって思ってたら、うんうん、侮れないやつがいるっていう状態なわけですよね。大谷君状態ですよ。そうですよね。そうそうそう、二刀流ですよね。そうですよね。ピッチャーとバッター両方やれるやついるんだみたいな、うん、まずその、まあ、ストリートファイターと例えばあの KOF とかだと適正で補正できる人が何割かいるじゃないですか。何割いますね、うん、鉄拳と KOF って脳が違うじゃないですか。違いますね、全く違いますね、うん、あれすごいですね。どうやって切り替えてるんでしょうね、うん、いや彼下手したら KOF で優勝狙ってますよ。そう、絶対どっかで優勝しようと思ったんですよ、うんうんうん、だってエボでダブルって可能性も、うん、両方で行く可能性もあるでしょ。エボリューション2冠ってないか、さすがに2つ取ったらないでしょ。取れないでしょ。取ったらこれ事件だよ。一応その国際大会で、ね、何年も前ですけど時戸さんが結構そういう、あ、時戸は鉄拳もできんだよ。そうで、その、まあ、いろんなタイトルを総なめするみたいなことを一時期やってて、うんうんうん、まあ、実際何個か優勝とかしてたんですけど、でもエボ規模ではないっていうか、やっちゃったら本当にめちゃくちゃ大変だな。とんでもないでしょ。でもあり得るもんね。ファイナルに2種目行くだけでもすごい。いや、そうですよね。いや、本当にもう時戸がもしあのストリートファイターでも鉄拳でも優勝したら、もうスポンサーね、ロート G どころじゃないよ。コカ・コーラ来る。来る来る。コカ・コーラ来る。スカッと爽やかコカ・コーラ来る。天皇さんが出てくる。こいつみんながこいつ誰だ。それ見たいな。ソフトバンクも来ますよ。それ見たいな。来る来る。いっぱい来ると思うよ。いや本当。うん、大谷翔平、いやいや、そんなレベルだと思わないですよ、ほんと。いや、それぐらい格ゲーってジャンルでくくられてるけど、それが違うんですよ、皆さん、うんうん、全然違うんですよ。大変なんですよ、プログラム上が実は、うん、ネットワーク対戦って。そうですね。そう、ネットワーク対戦って分かるでしょ、この鉄拳のプログラム。分かるんですよ。これは、ね、一般の人に伝わらないんですよ、うん、こう、なんで ロールバックしたらどうする。そうでしょ、ほらほら、これが分かってもらえないですよ、だからね。みんな言うのは、2D 格闘で、なんか例えばロールバックですごい優れたいいゲームが1個出ました、それをそのまま採用しろよって言うんですよ。いや、それさ、分かってますよ、そんなことで解決したら世話ない。で、鉄拳もロールバック入れてますよ。あ、もう、うん、そうですね。でも限界あるんですよ、なんでかっていうと、さっきのロールバックした時、どうなってるんですかって言ってる。過去が分岐しますもんね。そう、過去が分岐する。はい、じゃあ僕はちょっと一般寄りですけど、僕はね、ある程度やまりとは分かりますけど、端的にロールバックとは何かっていうところをお話しいただけますか。ロールバックで例えばだから小田さんに俺が、うん、関西人かいって突っ込んだけど、うん、突っ込んで当たったけど、実は
判定をこう突き合わせてみたら当たってませんでしたって言うと俺が切って戻さなきゃいけないんですよ、うん、で戻ってガード成功にしたマルチバースなんですよ、ね、ここはマルチバースライン対戦上でそう調整だから逆に言うとみんなには見えないけど60分の1秒ぐらいのコマで当たってる絵が見えるんですよ、うん、で昔のゲームはちょっとこれ不都合があって当たった瞬間にあのヒットエフェクト出しちゃってたんで、うん、ロールバックしてもヒットエフェクトが残っちゃってる、はい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 、これはストクロとかでもそういう現象があったでしょ、うん、ストクロってなぜか初期の頃はロールバックのせいでこう当たってヒットが出てからなぜかガードが成功みたいな、はい、だから最近のゲームは当たった瞬間にエフェクト出さずにわざと待ってて判定待った後にヒット戻すんですよ、はいはいはい、でこれが 2D 格闘ってもともとヒットストップもあるし、うん、そうそもそもアニメーションが60分の1秒にもかかわらず60分の1秒で処理されてるのに小回りなんですよ、うん、はい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 、そうですね、昔 の, あのドット絵とかの、ね、そうそうそう、本当に 2D の 2D の頃は、うん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 、例えばヒットエフェクトとかもこうバッバッバッ火花が落ちるじゃないですか、はい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 、こう大きくなるのも2フレーム戻ったらこうなるじゃないですか、はい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 、これ全員過去がみんな共通なんですよね、だからそうそうそう戻しやすい、あの、うん、みんな共通の過去を持ってるんでそこに戻れるんですけど、それがなるほどなるほど、途中でさまざまな未来を抱えた人同士が戦ってると過去が共通じゃないんで戻れないんですよ、だから例えば 2D 格闘だったら波動拳ってコマンドが成立しました、うん、もしくはジェノサイドカッター、うん、なんかガード中なり、うん、起き上がり中なり何でもいいんですよ、何かの攻撃中なりキャンセルで成立しました、絶対ジェノサイドカッター出るでしょ、はいはいはい、絶対波動拳出るでしょ、はい、鉄拳はそうはいかないんですよ、うん、だから成立して 2D カットまで成立したんで、実は成立した後にレバー前入れようが、はいはい、上入れようが、うん、ボンなボタンを適当に押そうが、はいはいはい、無視できるんですよ、うん、そこ通信しなくていいんですね、うん、そうそうそう、ああなるほどなるほど、成立しましたよってことを送っとけばもうそれ以上の未来はないから、はいはいはい、あとはボールが答え合わせは待ちましょうでいいんだけど、うん、鉄拳の前はですね、ほうどうこいつレバー前入れてるな、予測で入れるんですよ、そこまで通じるとですよ、レバー前入れてるな、はい、だからこのまま前進し続けるでしょう、おそらく3フレーム先も前進してるとしましょう、うん、ってやるんだけど何のコマンドが完成するか分かんないじゃん、それだけじゃ分かんないですね、でしょ、うん、ニュートラルのままかもしれないし、はいはいはい、次前入れたら前々が成立するでしょ、はいはい、前々が、鉄拳の場合はそこからさらに別のコマンドも行くかもしれないし、なんとボタンが押されない可能性もあるわけでしょ、ありますね、大いにさっき野田さんが言ったいわゆる分岐が、はいはいはい、こう未来への分岐、はいはいはい、過去の分岐がとんでもないんですよ、多い、で予測がしにくい、予測がしにくいので何をやるかっていうと、結局巻き戻すときに、うん、本気で異様に巻き戻すしかなくなるんですよ、あだからこうやってステップしました、こう殴りますってなった時にこれを巻き戻し量が多いともう本当にこうやって戻るわけですよ、アニメーションに対する影響がでかすぎる、はい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 、はい、それはさっき小田さんが言ったさっき言った共通の過去のとこまで戻さないと戻さなきゃいけないから、はいはいはい、そうですね、巻き戻るからめちゃめちゃブレて見えるし、でなんなら予測ができてると別にそれでさえ予測でこっちがこっちが要はガードかが技出してるしかないんだったら予測の処理でアニメーションも調整できるわけですよ、パカッてパカッてしちゃうか、もうそのポーズで止めちゃうか、もしくはもうそのガードに戻した方でパカッと戻れるんだけど、鉄拳の場合は分かってないから予測がだってアホみたいに分岐がある、本当に人生の分岐ぐらいあるわけですよだからもう起きちゃった後にあーあっつってアニメーションをギュッと戻すから絵が壊れやすいんですよ、はい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 、だからロールバックのフレーム増やしたくても3フレぐらいが今のところ限界です、これはだから鉄拳に限らずですよ、っていうマニアックな話はちょっと分かりにくいかなというわけで、はい、第3弾いきましょう、はい、お待たせしました、第3弾の話題の塩になります、いやお待たせしました、ありがとうございます、これは日本酒とコラボパーティーした時に日本酒に合うものを作ろうということで作った、器がかっこいいですね、器がおしゃれなんですよ ね, ね昔のシューティングゲームでこんなできましたね、あ、言われてくれましたね、いただきます、ちょっと熱そうですね、グラスある、熱いですか、熱い、うまっ、これがうまいんだ、これがうまいんだ、これがうまいんだ、うまっ、順番的には3番目が完璧なんですよね、シンプル塩、確かに3番目完璧、あーうまい、マジでうまい、マジでうまい、めっちゃうまいですね、
館なんてまさに東京と大阪往復してるんですよ、ずっと。そうです、だからなんかあるでしょ、そういうのやっぱりね、気づいてくれなかった時に小ボケ、そう、気づいてくれなかった時に、俺はボケたんやぞっていう、あまだまだやなってこうなんかね気づいてもらえなかったと思ってね、痛い、わかります、僕反省が芽生えるんですよ。いや、わかりました、僕もすごい鉄拳ボルトってみんなの前でボケたのに、普通に新人がメモを取ってたりする。おかしい、ボケたんだよな。それめっちゃ面白いですね。メモ取られてしまった。しかもなんかそこまで行くとそれを突っ込むのをちょっとみたいな空気に、そう、突っ込めないからもういい話にするしかないっていうね、まあ例えなんだけどもみたいな。なるほどな。原田さんよくジャケット着てるでしょ、うん、ジャケット脱いでもう一回着るじゃないですか、大阪人って。それは着るんかいってちゃんと言わなきゃいけないの。気づかないでしょ、今のように。いや、まあ、気づいたとしても言わないですよ、うん、言わないですよ。あれ今何の儀式ですかぐらいでしょ。何してんだろうな。あれやる時は一回ちゃんと目配せして目合わせてるはずなんですよ。やるでやるでやるでと。もう一回着るで脱いだのに。さすがに僕35年生きてきてるんで、うん、何回も多分それで、ね、無視してるんですよね。あ、ダメだろ、それ。じゃあ多分無視してるんですよ。いや、じゃあ言わないと。ごめんな、大阪鉄拳勢のみんな。これ本当にやってみてよ。これ本当に大げさじゃなくて、はい、関西に行って、まあ御堂筋あたりもどこでもいいんですよ。あのバナナ持ってさ、はい、渡して、小学生からおじいちゃんまで、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで、あのバナナ渡して電話やでって。あ、電話かかってきたでってやって。電話かかってきたでって急に知らない、もう急に急に電話かかってきたでってやって、絶対嘘。そしたら全員、あ、そうそう、小ボケ割り、もしもし、おじいちゃん、あ、バナナやん、絶対やるよ、やるから、絶対やる、 100% かどうか分かんないけど、でも小田さんこれ自信ありますよね、85% くらいは行きますよ、行くんやさ、同じ日本人だろ、ないでしょ。でこれで、ね、これがね、モテるモテないに影響するんですよ。このバナナを瞬時に電話で渡されて反応できないようなやつは、あ、こいつセンスないわ、おもんないわと。瞬発力です。そう、瞬発力。小学生でもやる。もしもしって、そう、もしもしバナナやんぐらいはやる、最低。じゃあちょっと、でもうひどい人になると、あ、あれです、これな、最新のスマートフォンやからそう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 、これお兄ちゃん、これスピーカーフォンどこであんの、もうここ、ここ黒いつぶたとかって、濃い、じゃあこっちはそれも準備してないといけない、こっちも、うわぁ、めんどくさいな、めんどくさいやつ、やー、当たってもうたみたいな、外れ、そうそうそう。いや、僕でもそれを破壊王がやってくれるとは思えないですよ。開業もできると思うな。関西をやりますか？やる。マジか。SNK の関西の本社の人間はみんなやりますよね。そう。うんうん。多分できますよね。やる。じゃあ八丁目もやります。やるやると思う。うちのお母ちゃんね、なんてその岡山の本当にすごいお嬢さん育ちだったんですよ。お嬢さんが関西のね、大阪のうちのお父さんと結婚して、あのうちだって、うちのお母さんね、借家ってのが世の中に存在するって知らなかったんですよ。お嬢様、お嬢様育ちすぎて、はいはい、あの毎月おばあちゃんが渡してるのは何だろうと思ってたらしい。ああ、なるほど。え、家賃ってなんだみたいな。そんなお母さんがよ、関西に嫁いで、大阪に嫁いで、何十年も経ちますわさ、何十年も経った瞬間に、あの完全に言葉も関西弁になるわけでしょ、はい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 、で値引きも覚えてるわけですよ、はいはい、でだけど俺そんな意識もなく、俺大学に東京の大学来ちゃったんで、あのお母ちゃんがついてきたんですよ、最初ついてきて、その家具とか買ったるわって言って、お母ちゃんこうたるからなって言って、はいはいはい、で俺やっぱもう僕はボンなんていうの、その甘やかされて育ってるんで、お母さんがね、あのまず行くのが百貨店に行こうとするんですよね、そこはね、百貨店に行くんだけど、百貨店ってさ、こっちの百貨店って値引き効かないでしょ。無理ですね、ないうちの母ちゃんが普通に、まあ、あ、この椅子いくらしますのって言って、この椅子あの1万5000円ですって、あ、まあ、ほんなこのランプと一緒に答えいくらランプ3000円でしょ、絶対1万5000円、1万8000円がいくらになりますのって言ったら、お店の人普通に、あ、1万8000円だよ、伝わんない、そりゃおかしいんや、そりゃおかしいんやって言って、こんなになっちゃうの関西で、そだからあのお嬢さんが、あのお嬢さんが
昨夜も知らなかったお嬢さんが関西で数十年いるとこんなことになるのかっていうのを俺そこで育ったけど初めてやっぱ東京出てえぐって思ったもん場所も選ばずね普通でだってね今日この椅子買うでしょう1万5000円で買って帰るでしょうでそれ送ってもらうわけやんかであのまた次の日来てスタンドを送ってもらったら二重に送料かかるんですよこれ両方一緒に送った方がそっちだとしても手間も省けていいんちゃいますか強っ強っあのお母ちゃんだあの超お嬢様育ちの SNK ってそういえば最近もっと緩くなったんじゃないですかそんなことないですかあの中東あれねまだなってないですまだなってない今頑張ってみんなあのいろいろ作戦をだんだん緩くなる可能性ありますよねどうなのかななってくれたら嬉しいですけど社風って急に話題変わりますけど社風ってやっぱり変わったんですかその資本が変わるとあのね大阪は本社は大阪なんですけど開発だけで言うとねまだ変化が感じれるほどのものがない逆に変化があったとこあるんですかあ東京は新たに作ったんで全部が新しいですねあ全部が目黒の方でもそれはじゃああんまり資本関係なくってことですか関係なくですねもう単に新しくできた全員シュマーグ巻き始めるとかそれはまだ何年かかるかもしれない何年かかるかなるんだかかってもならないしでも今あの一ようやく先月会えたんですよそのミスク財団の方とあのブチ買収したオーナー企業のまあみんな優しくて超紳士ででしょうねいやなんか思ってたのと全然違う素晴らしい人たちでしたね向こうのプリンスな人たち、うん、小田さんと対戦したがって日本来るぐらいですかねね、それは僕はどんな接待プレーをしたらいいのかもう全く分かんないですけど、ね、ここのテクニック誰に教えてもらったらいいんですか、ね、そうだ向こうはやっぱ思い入れ強かったんでしょうね SNK のああ見たいですねだってメタルスラッグとか、うん、KOF とかそうですね、うん、意外とね思ってたよりもその格ゲーに思い入れが強かったんですよいや中途強いんですよ中途僕強いの知ってたんで小野さんとかにあの中東キャラとか作った方がいいですよって言って、うん、あのラシードとか出てきたんですよあの僕もそう結構あそこは強いんですよ格ゲーがなので、まあ、SNK のなんか古い IP 全般興味あるみたいなんでいやそうですよねいや僕も興味ありますけど何からどうやっていこうかなみたいなのを今考えてる最中ですねなるほどそうなんだ小田さんって激高することあるんですかあのね、なんかでもこうなんか怒りっぽいって言う人もいますよあの古い付き合いの人から言うともう30年20年以上付き合ってる人から言うとなんか小田さんって人前で切れなくて急に非常階段とかでそれはさすがにないですよ、ね、あそうなんだよかったけどなんか突然もう本当にこれ撮ってます大丈夫ですか撮ってくださいあ、はい、仕事中に突然グワーッとかって言うから言っちゃうんですね言ったらもうそこでスッキリする、ね、言っても鉄拳の三島家って狂ったように見えるけど、うん、要はあの人たちは財閥という権力を持ってある一定の秩序で生きている人たちなんで、うん、一応身内の中での暴力そうそうだから彼らからすると分かんないです彼らが実在するとしたら一応僕とかにはリスペクトをちゃんと持ってくれる一定の一定の距離を保ってくれそうな雰囲気はあるわけですよ多分もう KOF の山崎は無理ですねなんか問答もよりし刺されそうですなんか俺のバグを直そうとしやがったなって刺されそうじゃないですか俺を正そうとしやがったなってやられそうじゃないですか後ろから刺されそうですかそうあいつそういうこと何とも思ってないでしょいやだから逆に鉄拳出したいなって言ってたんですよ最初山崎出したくてしょうがないずーっと言ってた俺とかマイケルとかあの他の企画もそうですよ実はギースより先山崎やりたいなでもギースやらずして山崎はねえだろっていきなりなんかそのゲストキャラクターなんですけどあの王道行ってないのは狙ってると思うんですけど例えばストリートファイターで竜じゃないんだとかあそうだよその悪党を狙ってるからそうですよねそれはなんでそうなったんですか
でもね、ゲストキャラぐらいになるとあの衝動に勝てないの俺ら。ん？衝動に勝てない。どうしても王道行った方が絶対売れるに決まってるの。あ、そうっすよね、そうっすね。けどね、重いのがその時はやっぱクリエイター気質が勝っちゃうんだろうね。ああ、ね、なるほど。だってよそ様のもいじるわけじゃん。はいはいはい、そうっすね。でこれ面白い心理なんですよ。よそ様のものをいじる時って、いや人によるかもしれないけど、鉄拳プロジェクトどう、俺特に俺なんかどうかっていうと、もう二択なんですよ。全く興味がないからそれなりになっちゃうか、うん、いじるなら俺らの方がオリジナルを超えてやるかっていう気持ちで、これ二択しかないんですよ。はい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 、ちょうどいい甘いはないの。なんでかっていうと、うん、売れるから仕方なく売れるものを扱うか、自分らの思いを反映したものを扱うかの二択しかないんですよ。そしたらやっぱり、いや例えばですよ、例えば分かんないけど、なんか世界でもう有名なマスコットキャラクターのこれをと組んだら鉄拳は間違いなくプラス50万も100万も売れますよと言われたら、商売的には強いけど俺らが全く興味ない場合にどうなのかなっていう思いが勝っちゃうんですよ。そしたら俺たちが扱いたいもん扱いたいじゃないですか。はい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 。じゃあね、ギースとかは号機もそうだけど、これあえて失礼を承知で言うけど、ギースとか豪輝は好きすぎて、みんな、うん、あ極悪人、極悪人って別に豪輝も極悪人ってことじゃないかもしれないけど、あの悪そうな人、うん、俺らの方がもっとかっこよく見せれるって、もうでも究極のプロの同人ですよ、はいはい、同人の気持ちを、はいはいはい、本気のお金を持ったプロが、なるほどなるほど、同人を本気でやるとこうなるんだを見せてやるになっちゃうんですよ。はい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 、はい、まあ燃えますよね。そしたらもうあれですよ、オリジナルのモデルさえ借りないのはそれですよ。ああ、うん、借りてないってことですね。借りてもしょうがないとかもあるけど、作り方が違うからね、うん、だけど借りたらもっと楽なんですよ、モデル、うん、だけどね、借りない、うん、俺らは豪輝リスペクトしてるから、俺らの方がモデリングもっとかっこよく、モーションもかっこよく、こう戦ってもかっこよく見せるぞっていう気になっちゃうんです。なぜかライバルがオリジナルになっちゃうんですよ。これ、はい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 、同人の気持ちとちょっと似てますよね、もうね。オリジナルを超えるって思ってる人もいるわけでしょ、うん、まあ、もしくはオリジナル好きすぎて、そんな好きが好きすぎて 120% になるみたいな、うん、ギースもそうだと。もうギースなんてまだ小田さんが OK 出す前から、俺があのギースのトレーラーはガロースペシャルの方のギースの音楽使うから、しかもオリジナル音源貸せって言ったらあいつら絶対貸すからって何の根拠もない自信を言ってでそれで通すと絶対にオリジナルのギースのガロスペのギースの曲を使う、もうそれをあの生音源で流す、今の音質で、もうそれは絶対にみんな想像しろって言って、もう15人20人ぐらい前に企画の、みんな想像しろ、エボのあの舞台で、で、ててでん、ててでん、ててでん、もう冊子の家でさ、ここでグググってくるんです、うん、はい、そうですね、そうですね、9世代の人たちですよ、ビヨーンって言って、でってでってでって、あのギターとあの日本の楽器が混じったあの音楽を聴いた時に、ほら、蘇るこの記憶、はい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 、みんなが、あー、ギースだってなって、その次に来る気持ちは何だとか、何も分かってるなと、鉄拳プロジェクトよく分かってるなっていう気持ちが来るじゃん、これだよと、これ俺ら絶対やるぞって言ってから許諾を取りに行って、許諾降りるかなこれ、どんどん大丈夫かな、大丈夫かな、これ TGS の時ですね、確かちょっと話があります、ね、技術使わせてください、はい、いいっすよいいっすよいいとスッといったあのなんならコラボの中で一番難易度が低かった早かったもうね、モーションも全部動画でチェックもらったんですけども、ああもう OK っすよ